さて、昨日カープは交流戦終了一歩手前で連敗をストップしました。やればできるじゃないという気持ちにさせてくれたんですよね。やはり黒田投手です。リーグ再開に向けて何かヒントをもらえるんじゃないかということで、今日その黒田投手にお話を聞いてきました。6連敗で迎えた昨日の楽天戦、チームの連敗を止めたのはエース黒田でした。9回を投げ1失点、108球の無四球完投勝利で、チームはようやく長いトンネルを抜け出しました。連敗中もね、僕自身も勝ててなかったんで、本当に、誰か勝ってくれっていう気持ちではいましたけど、自分の番が来たらね、なんとか自分で止めれるようにっていう気持ちでありました、はい。決して状態は万全ではありませんでした。序盤はたびたびランナーを許す苦しい展開。しかしそんな中でも集中力を切らすことなく最少失点に抑える粘りのピッチングを展開します。僕自身は今年は結構その打たれてるところが、去年が良すぎたっていう部分もあるんですけど、やっぱりそのマウンドに上がればね、もうその理想を追いかけずにその日の調子の中でね、ベストを尽くそうっていう気持ちでは常にマウンドで考えてますので、ね、はい。連敗ストップへ、バックもエースを盛り立てます。サードの新井をはじめファインプレーが続出。そしてそのファインプレーのたびにありがとうと声には出さないまでも、その動きでエースは守備陣とあたかも会話をしているように見えました。守っているナインと非常に何て言うんでしょう、心のつながりというか連携というかのようなものを感じたんですけれども、いかがですか。連敗中なんでね、はい、少しでもそういうことで流れが変わればね、いいかなと思って、普段よりはやってたような気はしますけどね、はい。そして打線の援護を受け3点リードで迎えた9回、マウンドに上がったのも黒田でした。今シーズンリーグ最多を更新する4度目の完投は志願かと思われましたが、本人の口から出てきたのはこんな思いでした。監督からもね、どっちにするかって言われたんですけど、いけるとこまで行って、あとは長川がいるんで、いつでも変えてくださいとは言いましたけどね。なるほど、はい。長川さんも最近はこう厳しいシーンが多かったんですけれども、でも黒田キャプテンからそのように言われるとやっぱり気分は違うと思うんですね。どうですかね、うちのストッパーなんで、当然チームもそうですけど、ファンの人もそういう目で見て、信頼してると思うんで、全然大丈夫だと思いますけど、はい。エースの言葉に隠された絆の大切さ、そこにはシーズン序盤に奮闘を見せた投手陣をもう一度奮い立たせる熱い思いがあるはずです。交流戦入るまではね、本当に5割で来てたんでね、また交流戦終わってね、またそういう状態に戻れると僕らも思ってるんで、先は、まだまだ長いんで、昨日の、ゲームのような気持ちでね、みんなで戦っていきたいなと思います。という黒田投手のコメントなんですけれども、球場の中だけではなくて、実は本人はおっしゃいませんけれども、グラウンドの外でも選手とのコミュニケーション大変取ってるなという感じがするんですけどね。すごく責任感の強い選手ですからね、はい。あと1本というのが、はい、あったじゃないですか。あと1本が出ない、出ないっていう、それが投手陣が後半にちょっと崩れてる、はい。だから黒田もそういうところも分かってこうやってるわけですよね、はい。例えば今の長川の談話でも、長川を任すぞという、やっぱりみんなが やっていかなきゃいかんという気持ち、当然黒田持ってるんですよね、はい。そのためにもね、交流戦終わってまた始まりますよね、で交流戦始まるまでは五分できてる、はい、5割で来てるわけですから、それをもう一回思い出して、今年が特にクライマックスシリーズがあるわけですから、そういった意味でももう一度切り替えてね、うん、打線がまず一番に、序盤に残留を少なくすることですよ ね、はい、そうですね。それから投手陣、黒田一人に頼っちゃいかんわけですから、はい、先発ローテーションからね、リリーフ陣も、
後半戦が始まるまでに4日間の空白があるんですけれども、何かできますか。いやこれはねもうとにかく当然、まあ、明日おそらく休みでしょう、はい、明後日から3日間ありますよね。その間の個々の気持ちのもう一回持ち直すことと、やはり汗をしっかりかいて、まあ、結構ハードな練習をやってもいいと思うんですよね。個々がですよ、はい、自分からやっていってね、それでこれだけやったという新たな出発という気持ちをねやっぱ持つべきですよね。まず動いて自信を思い出すということでしょうか ね、 それとやはりその、まあ、できれば打線をね、はい、固定して何試合かね続けて我慢してでも やってもらいたいですね、はい、うん、分かりました。